話題満載の試合エンゼルスのお祭りは続く大谷翔平投手が所属するエンゼルスは10日日本時間11日レーズ戦に18安打12得点で快勝した リード・デトマーズ投手が今シーズン、メジャー初のノーヒットノーランを達成すれば、大量リードの8回に、右打者のアンソニー・レンドンが左打席で一発を放った。試合前に大谷のアメリカンリーグ MVP 受賞式が行われたメモリアルデーは、文字通り記憶に残る一戦になった。数3 0 0号にあと2メートルというライトオーバーの二塁打を放った後の場面。 自打者のレンドンの頭には左打者用のヘルメット。8回。大量リードで登板したガイアシュフィリップスの低めのスローボールをすくい上げると、打球は宇宙間席に消えた。彼はよくやるんだよね。ベンチューラの刑事では、よく左で打っている。野球界はこんな瞬間を待っていた。ジョーマドン監督がそう振り返ったメジャー10年目。 4529打席目で初めて左打席に立ったレンドンの4号2覧。当の本人は、打撃コーチたちが素晴らしかった。彼らは室内でボールを投げてくれる。そういうことが成績に反映されるんだ。つまりそういうこと、と左打席で打ったことを煙に巻いた。本塁で迎えた大谷もおどけた表情を見せた衝撃の一打に、本拠は湧き返った。 クライマックスは直後の9回だ。左腕デトマーズが、2アウトから1番ディアスを夕頃に打ち取り、ノーヒットノーランを達成した。昨年8月にデビューしたばかりでこの日が11試合目の先発。1四球、2奪三振で球団の単独投手では、12年のジェレド・イーバー以来10年ぶりの快挙となった。夢見心地で、 起きたことが信じられない。外野まで追いかけられて、ロッカーでは祝杯をあげる。それが今日の思い出のほとんど、と22歳は考えしおだった。試合前に大谷のアリーグ MVP 受賞を祝うセレモニーが開催された。スピーチなどもないまま、試合がスタートしたが、大谷の偉業を祝うようなお祭り騒ぎになった。トラウトが2発。 レンドンの左打席でのホームラン。そしてノーヒットノーラン。大リーグ公式ツイッターが、この試合は狂気だ、と投稿し、別のメディアはカオスと表現した。思い出に残る3連勝で、貯金は18年4月14日以来4年ぶりの2桁10に到達した。14年以来8年ぶりのポストシーズン進出へ、チームの勢いはさらに加速した。 レンドンはナショナルズ時代の19年にナショナルリーグ打点王に輝き、ワールドシリーズ制覇に貢献した。20年からエンゼルスに移籍したが、本来の力を発揮できず昨シーズンは8月に右股関節を手術した。移籍しての2年間はフラストレーションの溜まることが多かったが、今シーズンは復調の兆しを見せ始めている。 14年のワシントンポスト誌の取材には、野球は見ない。長くて退屈だから、と答えている。家族とも、野球の話題はしない、というルールを結び、野球と私生活は別、というポリシーを貫く。恥ずかしがり屋で、メディア対応は得意ではないが、今はチームに新鮮な空気が流れている。良いスタートを切った。 毎日これを続けていけるか。そこだよねと、仕事を全うする気持ちは一一倍、熱い。今シーズン、先発ローテーションの6番目の枠を勝ち取ったのがデトマーズ。同僚の大谷を最も尊敬する選手に挙げ、僕とは違うタイプの投手だけど、ウォームアップの仕方や打者への攻め方、緩急の使い方など学ぶことがとても多いと話す。 20年にルイビル大からドラフト1巡目、全体10番目指名で入団した。昨シーズンは試合に登板してメジャー初勝利をマークした。今シーズンはオープン戦でコートをし、ローテーションの6人目に滑り込んだ。大谷とは、意識的に毎日話すようにしているという22歳の差は、みんな知っていると思うけど、彼は何も恐れていない。 ただ、自分の仕事に集中していて、毎日ベストを尽くしている。技術だけではなく、大谷からは野球への愚直な姿勢も学んでいる。